風物詩。昨年は25万人が来訪。第1位勝浦ビッグひな祭り。開催期間中はさまざまなひな人形が街を彩ります。全国各地で飾られなくなったひな人形が毎年500セット以上勝浦市に寄せられます。今ではおよそ2万5000体。普段は使われなくなった学校や病院で大切に保管されています。これら全てを12年間管理しているのが主婦の山本さん。祭りが近づくと毎日ひな人形の年代判別、補修、会場への振り分けなどを行います。生きがいですね。日本一のひな祭りに今なりつつあると思ってるんですけれども、そういう意気込みで毎年お手伝いさせていただいてます。今年は3月4日まで。ビッグひな祭りはまだまだこれからです。以上、勝浦ベスト10でした。そうだし、だから処分っていうのもとてもできないし、すごくありがたいですよね。2万5000体もあるんですね。でも保管場所が大変ですよね。見てごらんなさい、小学校の小学校の中で今後だから増え続ける。そうだよね、それを心配しちゃうよね。勝浦市の人口を超えてしまうから超えてるんだよ。勝浦市の人口って2万何個だから、人形の方が多いよ。人形の方が多い、すごい。現時点で